こんばんは、幕末宗のチャンネルでございます。あのダイナスクラブのね、機関誌というんですかね、シグネチャーっていう、雑誌があるんですけれども、会員になってるとね、これ多分毎月、送って、くれる雑誌だと思いますが、シグネチャーっていうあのタイトルですね。でここにね、初めの頃の方にいつもあの、小説家の、作家の伊集院、静香さんですかね、ずっとこう文章を書いてたりするんですが、3月号のねこのシグネチャーにも、旅と言葉っていうタイトルで例のあれですね、あのバン・ゴッホのね、アルルの跳ね橋とかね、そういう、アルルの方を旅行した時に、そういうところを訪ねていったというような、記事を書かれているわけでございますけれども、伊集院さんはね、作詞家としてもね、伊達あゆみっていう名前で、多くの方に作詞をされておりましてね、私も当時ね、夏木マリさんって私あの一時期プロデュースしたんですけれども、その時にね、伊集院、静香さん、伊達あゆみさんに、曲をね詩を頼んで書いていただいたんですけど、多分当時ねあのオフィストゥーワンっていうねあの、すごい事務所 ですけれども、そこに所属されててね、そこのマネージャーの方がね、いや新人の作家でね素晴らしい人がいるから若松さん使ってくんないですかねっつってね、それであの紹介されて、でたまたまね夏木森さん私ちょっと力を入れてやろうかなと思っていた安月だったもんですから、じゃあぜひお願いしたいということで、伊達あゆみさんに あゆみさんにですね、WING ですね、 WING っていうタイトルで詩を書いていただきましてね、これは作曲は徳良真一さんですね、それから編曲がねあの大ヒットメーカー大ヒットアレンジャーの、萩田光雄さんにやってもらったんですけれども、これしばらくぶりでね、YouTube で聴いてみたらなかなかいい歌だね、よくできてるなと思ってね、それでまあねあの伊達さんに頼んだのよく知ってて、ところでこれ作曲とあのアレンジ誰だったかなと思って見てみたら、なるほどね、徳田さんと萩田さんだったんですね。やっぱりこうねいい作品というのはいつ聴いてもなんか新鮮だね。だいぶ前ですよ、これ私がね成功やる前の話だからね。まあでもこうやってねたまたまあのダイナスクラブのシグネチャーっていう、この雑誌にね伊集院さんがずっと文章を書かれてて、それを読んでたらね、ああそういえばねあの作詞家としてオフィスツアーのねマネージャーの方がいつも売り込みに来てたなと思ってね、でそんなことそこから思い出しましてね、でそうだ夏木森のウィングっていうのをあの書いてもらったなと思って、YouTube で聞いてみたんですけれども、いやー新鮮でなかなかいい歌だね。そんなことで今日はね、その伊達、伊集院、静香さんですかね、作詞家としては伊達あゆみさんっていう名前で、懐かしい話をいたしました。ありがとうございます。